い、皆さんこんにちは。ユリスもてやしチャンネル委員長の林でございます。本日は211回目、テーマはこちら、健康と美にプレミアム犬陶器解説でございます。今回はね、番組の最後にプレゼントがございますので、よかったら最後までご覧ください。前回はね、薬草である犬陶器の解説をさせていただきました。今回はね、この犬陶器を使用してね、ユリシスが8年間かけて開発した漢方サプリメント、プレミアム犬陶器のご紹介をさせていただきます。番組の終わりに高価なプレミアム犬陶器のプレゼントもご用意してますんでね、よかったら最後までお付き合いください。まずね、なぜユリシスが犬陶器に着目したのかというと、それはね、腎臓ケアへのこだわりです。ユリシスはね、健康と美容で実現させるカイロサロンとして会員したんですけれども、施術だけでは達成できないことがいっぱいありました。その中でね、やっぱり内臓を強化するなどの研究を行ってきた結果、結論として腎臓の機能を向上させたら一番皆様のお悩みを解決させる近道であるんじゃないかということに気づきまして、犬陶器の漢方サプリメントの開発へと進んだ経緯がございます。現実にユリシスのお客様で犬陶器を飲んでる方、例えばユリシスの送信コンテストでね、うちは2年連続送信コンテストグランプリを受賞しましたけれども、その時のね、受賞者の方はみんな犬陶器を飲んでいます。かなりの方が犬陶器を飲んでるんですけれども、本当に成功率が高いです。こういったことでね、犬陶器を今こだわっているんですけれども、この犬陶器全国どこでも同じではございません。例えばそのいわゆる種といいますか、株、土、栽培方法などが違ってまして、それによってね、だいぶ効能が違ってくると言われています。ユリシスではこういった栽培や土のこだわりによって、より効能を感じるようなことができるように研究を続けさせていただきまして、今の犬陶器に至っております。例えばで言うと、コシヒカリはどこでも全国同じかというと違いますよね。それと同じように理屈は一緒でね、もっといいものをという思いはお米と変わりません。もっといい犬陶器を作りたいということで作っていただいたものでございます。一方でね、犬陶器だけでは達成できないこともあります。初動のね、ばらつきといいますか、効果がこううっと上がってくると、このばらつきがあるんですけど、これがどうしても個人差があまりにもばらついててうまくいかない。中には3ヶ月とか1ヶ月で答え出る人もいるんだけども、それがね、1年経っても答え出ないなんて人も実際いらっしゃいました。あと、その初動後の後の加速度、ぐーっと上がっていくところもまたちょっとだいぶ個人差があって、本当にね、バラバラだったの。そこで犬陶器のね、もうちょっと勉強して、なんか別の薬草も入れてみようよってことでね、組み合わせをいろいろやらせてもらったんです。お客様にご協力いただいて、そうするとね、ペルー産のマークが一番いいってことが分かりました。ペルー産のマークがいいので、じゃあ入れてみようってミックスしまして、そうするとね、飲み始めてね、3ヶ月以内の間に 90% の方が効能を感じるようになりました。これはだいぶ大きな改善でございました。このね、マカによる効能によって、犬陶器だけでは感じることのできなかった女性特有のお悩み、いわゆるホルモン系のねとかね、更年期障害とか、そういったことに対しての、ね、お悩みが解決するような人が出てきました。それからね、男性特有のお悩みね、夜のちょっと力不足っていうね、お年召した方には特に多いんでしょうけども、そういったものもマカの効能で当然ね、ぐっと強くなっていく。そして起床時の回復力や無理が効くということでね、ちょっとこの忙しい時期に頑張ろうと思った時にこれ飲んどいたら本当楽だったとか、医療関係者の人ですとね、徹夜明けの時ですね、夜勤明けの時ボーっとしちゃってるんだけど引き継ぎがうまくね、8時とか8時半ぐらいの引き継ぎボーっとしちゃってるなんていう人が、やっぱこれ飲むとね、シャッキリしてね、この後も買い物して帰ろうなんて気になるっていうぐらいの、かなりのね、効能の感じるようになって、だいぶいいものになりました。ちなみにこのプレミアム犬陶器っていうのは、標準量1日12錠っていうのをね、空腹時に200から 300ml の水で飲むっていうことにしてるんですけれども、そこはね、犬陶器はね、今 1500mg かな、12粒だと入ってまして、マカも同量 1500mg 入っております。大手メーカーのね、エントリーさんのグランマーカーがですね、 240mg、 それで1ヶ月5800円っていうことを考えますと、うちはその6倍以上入ってます。それで、ね、お値段は6倍は足してませんね、全然ね。ということで、そういったものを他社さんで揃えようとするよりは断然お得なようにはなってますが、ただね、お世辞でもね、安いものじゃないんです。ですので、せっかくお買い求めいただくんであれば、ちゃんと飲んでいただきたいなというふうに思っております。
ります。寝る前に12錠を飲む方もいらっしゃいますし、昼の3時4時ぐらいの空腹時ということでね、そんな時に飲む人もいますけどもね、そんな風にしてもしご興味があったらね、ぜひうちの EC サイト等を見ていただきたいなと思うんですが、ユニシスにお越しいただいているお客様はね、もっともっとサイトよりもお安くご提供することができますので、もしユニシスに行ってみようかな、それとも飲んでみようかなって両方考えてんだけどっていう人は、まずユニシス来てから飲んでいただいた方がお安く手に入りますので、どうしても我慢できないとか、ちょっとスケジュール的に先に飲んどきたいって方は、あまり継続契約とかしないでね、単発で買っていていただいた方がよろしいかと思いますので、よかったら参考にしてください。それからね、今回はねプレゼントでございますけれども、コメントをね100文字以上書いていただきましたらということで、ユニシスのねこの番組のコメントを皆さんどんどん書いていってください。10名来るごとに2袋犬陶器ね、この犬陶器を2袋プレゼントいたしますので、何人書かれるか分かりませんけど、30人なのか20人なのか分かりませんけど、書いていただくとその都度また抽選会を開きたいと思っております。同一アカウントでのコメントって方がいらっしゃって、何個も何個も書いていただく方もいらっしゃるんですが、ごめんなさい、その場合は最後に書いたやつを有効とし、他のものは無効としてカウントをさせていただくことになりました。また当選した際に別のアカウントの方だと思ったら、同一のところの人物だとみなされた場合は当選無効とさせていただきますので、すいません、よろしくお願いいたします。はい、長いお話になりまして失礼いたしました。今回はね、僕のところの商品の紹介になっちゃいましたけどね、本当に体にいいもので本当おすすめなんです。僕自身もこれで助けていただいた経緯があるので、これからいろいろ健康を考えている方、ぜひおすすめなんでやってみてください。はい、それでは今日はここまででございます。ありがとうございました。それでは失礼いたします。